そんな真ん中で止まるか。この先右折専用レーンが連続します。いや本当ひどいねこの時間のタクシーが。もうあ昼間もね結構ひどいけど、なんか夜になればなるほどねこの都会のタクシーの運転ひどいよ。やっぱこの時間になるとね、どのドライバーも客拾うのに必死になってて、どこでもお構いなしに止めますからね。ほらねこいつも急に止まるでしょ。本当にさ勘弁してほしいよね。信号変わろうとしてるのにどんどん渡ってくるね。ほんと歩行者もひどいわマジ でしかも急ぐのでもなくすごいのんきにさノロノロ渡ってさ、この先もう赤になってんですよ。右折専用レーンがあります。信じられないわこれ。もうここなんて二重に止めちゃってるじゃん。このもう二車線塞いでるタクシーの停車で、あらダメでしょ。